こんにちは、カメくんです。クリスマスローズが欲しい。今回はクリスマスローズを植えてみたい方、クリスマスローズの苗の選び方を知りたい方、園芸をとことん楽しみたい方、クリスマスローズというお花があります。寒い時期に可憐に長いこと花を咲かせてくれる優秀なお花です。年々と人気が高まり、品種改良もどんどんされて、毎年毎年いろいろな素敵な品種が出てきています。もう1月2月3月はネット雑誌ほとんどがクリスマスローズ一色になってしまいます。まあそれぐらい人気がある植物なんですが、クリスマスローズお値段もやはりそこら辺の草花よりも1ランクいや2ランク品種によっては5ランクぐらい高くなってしまうのも事実です。初心者の方となると失敗したくないということで手が出しにくいのも事実です。ということで今回は初心者の方でも失敗しないクリスマスローズの苗の選び方を具体的に実物を踏まえて分かりやすく説明したいと思います。私は20年間総合園芸専門店に勤めており、クリスマスローズは冬から春まではなくてはならない植物だと思っております。なぜなくてはならないのか。この寒い時期というのはあんまりお花が開花してないんですね。花の種類がまずそもそも少ないんです。これが3月4月5月となってくるにつれてどんどんいろんなお花が開花してくるので、お庭はすごく華やかになってくると思いますが、寒い時期どうですか。あなたのお庭見てみてください。開花している樹木たちありますでしょうか。開花しているのは草花類、特に一年草の草花が多いと思います。このクリスマスローズはパンジーやビオラのように1年では枯れない、何年も何年も咲かせてくれる多年草というグループになります。そして寒さにも強いっていうのも特徴で、案外寒さがきついエリアでも十分に育って花を咲かせてくれます。また暑さに弱いとはいえ、暑さで夏枯れするっていうのも逆にあんまりないのも事実なんですね。暑さにも意外と強い、これも魅力なんです。クリスマスローズ実はかなり優秀な植物だと思っております。ですが品種がとにかく増えてきてしまった。花型もめちゃくちゃたくさんある。あと未生といって種で交配して増やしていくのがほとんどなので、品種の数はもう莫大にあります。雑誌やネットで見るクリスマスローズは最新品種が多いですよね。まあ、とても可憐で綺麗で見たことないような花型花色、これがよく出てきます。初心者の方、うわ綺麗欲しい育ててみたいと思ってしまいますが、実は初心者の方は選ぶべきクリスマスローズというのがあります。では早速いきましょう。初心者の方がクリスマスローズの苗選びで気をつけてほしいことが3つあります。1つ目は葉っぱが少ない開花株を買うこと、2つ目は丈夫な品種を選ぶこと、3つ目は買ったらすぐ植え替えすること、この3つです。ポイント1つ目、葉っぱが少ない開花株を選ぶこと。クリスマスローズ園芸店の販売時期はだいたい12月から1月2月3月ここまでがクリスマスローズの苗の販売時期です。この間にたくさんの苗が出てきます。たくさんの苗、種類もそうなんですけど大きさです。株の大きさが本当にポット苗、草花を買うような三寸と言われる直径が9センチぐらいの小さなポット苗から鉢に入った5号、6号、7号サイズまで、いろんなサイズの株が出てきます。その株の中でもお花が咲いている株と咲いていない株っていうのも販売があります。まあこれ初心者の方だけではないんですけども、クリスマスローズはできれば花付きの株を買ってください。クリスマスローズの生産の特徴は種で増やすことがほとんどです。種で増やす場合は親と同じ花型花色が出てくる保証がありません。なのでクリスマスローズの花が咲いてない株はラベルで売られていることが多いんです。でラベルもざっくりとした表現しか出ていません。大体のラベルには同じ色が咲くとは限りませんとかって書いてあると思うんですけど、ほとんどの場合それを見ずに買うと思います。あ、この花が咲くんだというところで植え付けてしまうと違う花型とか色が出てきてしまう可能性があります。クリスマスローズは一つは単価が高いこと、あとは長年お庭や鉢で咲き続けてくれる植物なので、自分がやっぱり気に入った植物でないと愛情がそれてしまう可能性もあります。ということで開花株もうその時咲いているお花の株はここから先ずっと
この同じ花が咲き続けてくれる保証がありますので、まず開花株を選んでください。もう一つは葉っぱの少ない株を選んでください。これがちょっとニュアンスが難しいと思います。難しいというのは、普通の草花選びは株が充実しているイコール葉っぱが多い植物を多分選びがちだと思います。ですがクリスマスローズ、実は苗の状態で葉っぱがすごく茂っている苗っていうのは花がつきにくくなる可能性があります。逆に太い葉っぱ、葉柄っていうのが出ている株の方がその後しっかりとした花が咲く株になることが多いんです。これはこの後実物を見てもう少し分かりやすく解説していきます。ポイント2つ目、丈夫な品種を選ぶこと。今では本当にたくさんのクリスマスローズの品種が出てきました。とりわけ最新品種、変わった花型や変わった色のクリスマスローズを求めがちなんですが、品種改良というのはいろいろな目的を持ってやるんですね。以前よりも丈夫に育つように品種改良される場合、また以前よりもたくさん実や花をつかせれるようにする品種改良する場合、また以前にはなかったような花型花色を作るような交配育種の仕方、いろいろあるわけなんですが、品種改良の花色花型を求め続ける生産者さんっていうのもおります。で、そういった方々の品種改良をされた株っていうのが強いという保証は一切ありません。逆に品種改良によって弱くなる可能性もあるんですよね。クリスマスローズ、一概に全てが同じ生育をするっていうわけでは実はないんです。初心者の方が育てやすいクリスマスローズの系統というのがあります。これがガーデンハイブリッド系のシングル咲き、原種系、早咲き系のニゲル、この辺がかなり丈夫な株になりますので、もし栽培に不安のある方はこの系統を選んでください。こちらもこの後実物を見せたいと思います。ポイント3番目、買ったらすぐに植え替えてあげること。クリスマスローズ、1月2月3月と生育期に入ります。というかクリスマスローズの生育期っていうのは秋から春までなんです。ということは春以降は生育しない時期になるんですね。株を大きくしたければこの早春から春までの間にどれだけ根っこを出させてあげるか、これが勝負になるんです。鉢の状態で花が咲き終わるまで買ってきたポットや鉢のままの状態で保っておくと根っこが窮屈な状態でしか生育ができません。で、花が全て終わった後に植え付け、植え替えをする、これも別にいいんですけども、その花子から休眠、夏までの間の期間が短いとそれだけしか生育できないんですよね。また花が咲いている状態のポット内や株自体がもうすでにパンパンである状態のことが多かったりします。なるべく早めに一回り二回り大きい鉢に植え替えてあげることで開花中でも根っこを出します。できるだけ早めに植え替えて成長を促してください。ではここから先は実物や実演を踏まえてもう少し分かりやすくクリスマスローズを深掘りしていきたいと思います。では行きましょう。はい、というわけでクリスマスローズの回です。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。さーて、開花株が入ってきましたね。はい、今は2月の上旬なんですけど、まあこれからかな、今年は。はい、ちょっと今年遅れてるみたいね。やっぱ寒いからってことですかね。うん、去年の方が暖かかったのかな、やっぱり。そんな気しますよね。うん、去年もう2月からでも結構暖かくてさ、春苗とかバンバン入ってきたけど、やっぱ今年ちょっと遅れてるみたい。うん、うんうん、まあ今うちにあるやつでしかちょっと見せられないんで、はい、あれなんですけどもね。クリスマスローズの開花株、まあどんなもんかっていう株ですね。はい、ザザッと。これでもさ、話変わっちゃうけど、はい、これは八重。うん、八重咲き。八重咲きのこれ2000円ぐらいやんね。はい、かなり安くなったね。そうなんですか。最初八重咲きとか出たらバカ高かったけどね。4000円ぐらいしたんですか。あ、まあ、品種にもよるけど、はい、かなり安くなってきたねっていうところで。株なんですけど、いわゆるサイズ、ポットサイズがいろいろあります。一番小さい感じだとこの辺かな。はい、もう本当に草花売ってるみたいな。はい、あ、本当ですね。ね、小さいポットの株、うん、っていうのも実はあります。これが多分一番小さいサイズだと思うんですよね、販売サイズとしたら。はい、はい、で、まあ、これ安いやつだとこっちの300円ぐらい。おお、かなりお手頃ですね。お手頃っすよ、これ300円。高くないやんと思うじゃないですか。はい、思っちゃうんですけど、この辺のポット内小さい、増やし方が種で増やす系統と、最近メリクロンって言って、はい、組織培養って言って、なんか
クローンみたいな感じで増やす増やし方があって、ちょっと2種類あるんですけど、圧倒的に実生って種からの方が多いんですよ、はい、で種から増やしてるクリスマスローズの小株っていうのが多分開花するまでに2年とかかかるんですよ。あ、結構かかりますね。そうなんで、今この小さいクリスマスローズの苗は、まあ、今年はほぼ咲かないです、うんうん、来年咲くかどうかぐらいの感じで思って買ってほしいんですよね。できれば僕はもうちょっと大きいサイズっていうのを買った方が初心者の方はいいかなというふうに、うんうん、だって1年2年待てんやん、なんかそうですねなんか育てるのにもう苦痛って感じになっちゃうんで、もう開花している株を買いましょう、はい、ということでワンサイズ上がってるのがこの辺です。この辺のサイズ感のやつですね、はい、一回り二回り大きくなったかな、うん、大きくなりましたね、うん、こっちの、はい、ここ比べたら値段もやっぱり大きいというか、そうですね、倍ぐらいですね、これで1500円ぐらいします、はいはい、で開花株、これ開花してるね、はい、開花してますね、はい、でこれラベルがここに書いてあるじゃないですか、はい、このラベルホワイトフラッシュ、はい、まあ、同じ花咲いてますね、これは、うん、これが、ね、違うのが出てくる場合があります、はい、若干なので、あのラベルだけ見て買うと、まあ、例えばこれね、ダブルホワイト、はい、花が咲いてないじゃないですか、まだ。そうですね、見当たらないですね、うん、っていうとこれと全く一緒のものが咲いてくればいいんですけど、はい、若干変わる可能性があるので、まあ、こういう風にちゃんと咲いたやつっていうのを見て買った方が、これが毎年咲きますんで、はい、それを意識して買ってほしいのと、この2株見てポットのサイズ一緒なんですけど、そうですね、同じですね、同じでしょう。で充実した株買いましょうっていうと、はい、大体こっちだと思われちゃうんですね。まあ、ボリュームありますけどね、下にボリュームっていうところ、はい、葉っぱがたくさんあってボリュームがあるから茂ってる方がいいんじゃないかと、はい、いうふうに普通の判断はそうなるんですけど、クリスマスローズの場合はこっちの株の方がいいんですよね。あ、そうなんですか。そう、もうこういう太い、これ茎ではないんですけど、はい、これ花がちゃんと咲いてるね。でこれ花芽が、花がここからここも咲いてくる、ここも咲いてくる、ここも咲いてくるっていうので、うん、もうこれから4つ上がってくるんですよ、株、うん、花が。こっちの株はこんだけ茂ってるけど、はい、多分こいつ上がって花が上がってくると思うんですけどね。こっちが花が出てくる、これが1つ、これ1つ上がってくるんですけど、はい、これ1つしか花芽見えないんですよ。そうですね、見当たらないですね今のところ、はい、そうなんでこっちの方が結果しっかりと花が咲いて株が充実してきます。はい、でこっちの方がよく咲く株になることがあります。あんまり茂りすぎてる株だと葉っぱは毎年バンバン出てくるんだけど花がちょっとつきにくくなるっていう傾向もあったりするので、もう苗選びの段階では少し葉っぱのボリュームはないんですけど、ちゃんと茎が上がってきてる太いのが2本とか3本、2本あれば十分かなぐらいの株を選んであげた方が結果花が咲く株っていう形になると思いますんで、そういった株を選んでください。はい、続きまして品種選びの方なんですけど、はい、今やっぱりすごい綺麗なクリスマスローズがどんどん生まれてきてます。で初心者の方とかあんまりクリスマスやってないよ、育ったことがないよっていう方はそういったものに手を出さない方が僕はいいかなと思います。というのもやっぱり品種改良をいろいろされて強いっていう品種改良をするのか、可燃さを求めるのか、繊細さをっていうので、繊細さを求めた結果育てにくくなっちゃったとか、もうちょっと難しい栽培になっちゃったっていうこともあったりするので、簡単に強く咲くっていう品種をまず最初に育ててあげた方がなんとなくクリスマスローズの特性っていうのが分かってくると思うんで、惑わされちゃいかんっていう言葉じゃないですけど、はい、惑わされちゃうんですよ。だって例えばさ、はい、これとかほら綺麗やん、これ、はい、いや綺麗ですね、可愛いですね、これ超多弁ダブル、うん、もうどんななっちゃったよみたいな、こういうなんかね美しすぎるものが多くなってきちゃって、うわいいですね、これも結構値段しますね、値段するでしょそう、これもいいじゃん、これ綺麗やんってなるやん。綺麗ですね、本当に綺麗ですね。わかるよ、その、うん、あ、育てたいなとかって思っちゃうんだけど、値段やっぱ高いやん。そうですね。頑張って、
これ一鉢よしじゃあ今年買っちゃおうかみたいな感じで買って、なんか枯れたり病気になったりしたらちょっともうへこむやん、やっぱり。そうですね。そうっていうのを、まあなるべく最初の段階では避けた方がいいかなっていうところで、丈夫な品種っていうのがある程度あります。はい、はい、それがガーデンハイブリッドっていう系統のシングル咲き、シングル咲き、シングル咲きか原種系のニゲルっていう品種。はい、まあ、最近だと原種系のハイブリッドも出てきてるんで、原種ハイブリッドとかも強いと思いますっていうので、このダブル系なんか咲き方今たくさんありますけど、はい、オーソドックスなシングル一重咲きっていうのがやっぱ強い系統になるので、その辺であれば案外と初心者の方でも毎年管理すること可能だと思いますので、その辺を選びましょうっていうところですね。ちょっと見てみましょう。はい、この辺が原種系のハイブリッドになるのかな、はい、っていうところなんですけど、まあ、原種っていうのがやっぱね先が早いんですよ、クリスマスローズの。はい、先が早いっていうのはクリスマスローズ自体は開花時期が12月から、3月か4月までってあるんですけど、12月に咲くっていうクリスマスローズ類っていうのは案外少ないんですよね。ここに原種系っていうのが多くて、今これもうすでに見てもらうと分かるけど、もう種つけ始めてるんですね、これ。あ、びっくりしてる、これ種ですね、うん、もう咲き終わってほら種が、はい、早く咲いたっていうことなんですよね、これ。うん、うんうん、もう咲き終わってきたって種をつけてる系統、まあ、これが早い原種系統、うん、で最近はね原種系のハイブリッドっていうのが多くなってきて、原種ハイブリッドは結構強い品種が多いですね。うん、うん、なのであんまり原種でもちょっとレアな品種とかあるんですよね、やっぱ手に入りにくいとかっていう品種はやっぱり弱かったり栽培難しかったりするので、原種ハイブリッド系メーカーさんが出すようなものであったり、あと定番のニゲルっていう品種、真っ白な、この辺は原種系で強いんでおすすめですね。今ね本当に結構綺麗なものが多くなってきますね。綺麗なもの、はい、この辺とか最高やん、これ。うわこれすごい、これ最高に綺麗だね。これなんていう品種ですか。これはグレンダグロス。おお、すごい品のある名前です ね、 これジョルティ川村すごい、これ確かねハイブリッドだと思うんですよね、原種系の。うわこれすごいですね。これちょっと後植えようかおもうこれ、うん、これ綺麗じゃん、綺麗、はい、ですね本当に。で原種ハイブリッド系っていうのは、まあはい、とにかく花つきよくしたんですよね。これバンバン咲くやん、これすごい咲いてますね、ほら、うんうんうん、でシングル系、シングルっていうのがやっぱこういう感じですね、一重シングル咲き、はい、うん、さっきのもそうなんですけど、今見せてる原種系は全部一重咲き、この辺もそうね。ああ、これも一重ですね。そう、一重系が案外やっぱ強い。で最近の原種ハイブリッドはとにかく咲く品種が多いっていうところで、はい、初心者の方には結構おすすめです。おすすめできる種類、はい、っていうことですね。で、ここですね。2月からお店の方で開花してきた株っていうのがガーデンハイブリッド系っていう系統になるんですよ。原種ではなくて、はいはい、でガーデンハイブリッド系は結構強い系統が多いんですけど、その中でもやっぱりこうシングル咲き、一重。なんか一重じゃ物足りないよっていうね方も多いと思うんですけど、一重綺麗ですよ。いやすごい綺麗ですよね。すごい綺麗だと思います。はい、なんかやっぱこう花がさ、たくさんこうブワーってバラみたいにボリュームがあるとかっていうのが欲しいっていうのも分かるんですけど、やっぱ王道は僕はシングルだと思いますね。シングルでもいろいろな花色とかもあったりするんで、まずはこのガーデンハイブリッドのシングル系か原種系のハイブリッド系とか逃げるっていうものを一株育ってもらって、あ、なんとなくクリスマスローズこういう成長の仕方するのねとかっていうのが分かってきたら、ちょっとずつ変わった品種を増やしていくっていう方がいいかなというふうに思います。花が咲いてる時期、はい、今これ花が咲いてるね、あの植え替えなんですけど、はい、これもね、すぐ植え替えたいね、これすぐやりたい、植えたい、植え替えてあげたいな、うん、早く早く買ってよこれ早く買ってください本当にこれさ、はい、もうここは見てわかるわ、これ
ボコボコなってない？ボコってますね。ボコってるねこれ、はい、ボコボコに、はい、そうですね。見える？カメラ越しでも。これは何ですか？根ですかね。血管みたいに。血管みたいな、はい。これ根なんよ。あ、やっぱり。もう、はい、バッチバチ。ちょっと触ってみ？このバッチバチ感。手袋してもわかるっすね。硬いやん、これもう。うーわ、ほら。パンパンに張ってるんですか？バンバンだよ、もう早買って。早植えて、これ。早植えて。他のもどうですか？他のも同じく張ってたりするんですかね？ほら、ボコってるやん。ああ、ほんとだ。確かに。ボコボコやん。うわぁ。これもそうなんですね。ボコってる、買って早く。おい。かわいそうやん。で、はい、クリスマスローズの本とかなんかいろいろ見たりすると、はい、まあ、花子に植え替えましょうとかっていうのが、まあ、書いたりするんですよね。はい。まあ、それ間違いではないですよ、やっぱ。花子になると今度は根っこをちょっと粗く崩しちゃっても植え替えができるっていう適正期になるので、はい、むしろ安心して植え替えたいよっていう場合は花が咲き終わってから植え付けてあげるっていうのがまあいいんですけど、うん、できれば僕は花開花株特にね、はい、家で開花してるやつはその花子でいいと思うんだけど、うん、販売店の場合は花を咲いてる最中でもこれ根鉢上げてあげないと株が大きくなれないですよ、来年用に。期間が短くなっちゃうっていうのがあるので、うん、案外こういう鉢であっても一回ちょっとスポット取っても、ほら、うわ、ほらほらほら来ちゃったよ。早く買ってこれ。これだけ見てさ、なんかまだ余裕ありそうやん。そうですね、全然まだ。そんななんか、まあ、こっちはわかるやん、なんかちょっともう窮屈そうかなみたいな、まあ、もうかなりもうすぐだなって感じがしますよね。なんか株が大きい割にさ鉢が小さいじゃんこれ、はい、だからなんか鉢きつそうかなって思うじゃん。だけどこの場合だとさ、なんか上だけ見るとなんか株小さいからなんかこのまま置いといてもまだ全然いいんじゃないって思うやん、うん、どっこいだよところが。もういっぱいいっぱいなんよ結構。これももう出てきちゃってるね、はい、そうですね、毛が、はい、もう出たがっちゃってる。これをやっぱり一回り二回り大きくしてあげると、はい、その分早くその夏までの間に根っこを出させれるんですよね、うん、もう梅雨ぐらいになっちゃうとクリスマスローズ止まっちゃうんですよ一回、はい、生育やめちゃう。なので2月3月4月の段階で生育期、ここで栄養分と株の充実っていうのを測るっていうのがまたその年の秋からか冬にかけてどんだけ花を咲かせれるかの勝負になってきますんで、はい、なるべく早めの植え替えっていうのをおすすめしますが、花を咲かせる時期になってくるのでつぼみが出てきて、はい、根っこを粗く植え替えをガンガンやると花が傷んで咲かなくなる可能性もある、はい、うん、っていうことがあるので、この後ちょっと実演の方でどれぐらい崩すのが適正かなっていうのをちょっとやりたいと思います。さっき言ってたあの原種系とかって、はい、なんかラベルとか見ると分かるんですか？分かると思います。原種系の原種とか逃げるっていうのはもう逃げるって書いてあると。あ、ラベルの後ろとかですかね。書いてある、はい、でハイブリッド系も今だと先ほどのメーカーさんとか、うん、同性モードさんとかジョルジー川村って書いてあるんですけど、あのラベルの後ろにあの書いてあります。あ、よかった、うん、その丈夫でとかそういう表現もしてあります。あ、うん、なるほど。雰囲気的にはで原種系は、まあ、雰囲気どっちかって言えば2月3月になってくるとちょっと終わりになってきちゃう、どっちかちょっと。あ、じゃあもう急いで買わないと。早めに買ってあげた方が僕はいいと思うね。うん、さっきみたいに種をもうつけ始めてきちゃうんで、実際もう花が終わってってなるんで、もう早い段階で買っちゃった方がいいかな、うんうん、でガーデンハイブリッド系は2月から3月ぐらいにかけてだんだんと種類と数が多くなってくるんで、うん、まあこれからかなみたいな感じ。ガーデンハイブリッドはガーデンハイブリッドって書いてないケースは多いですけどね。だけどもう2月とか3月ぐらいから咲き出してるようなやつはもうほぼガーデンハイブリッドだと思ってもらって、うん、特にシングル咲きを選べばなんとなくこの時期はいいかなと、うん、丈夫かなっていうふうに思います。ということで行きましょうか、はい、植え替えです。はい、ということで植え替えの方を始めたいと思います。さて、クリスマスローズですね。はい、はい、
まあ、何回か植え替えやってますけども、はい、今一度説明をしますと、クリスマスローズ根の張り方的には、はい、下にこう向かって張ってく根の方が多かったり丈夫だったりするので、うん、鉢のサイズは買ったサイズの、まあ、一回りか二回り直径があるものがいいんですけど、深さがある鉢、はい、深鉢って言われるっていう鉢の方が生育がいいですね、うん、浅くなっちゃうとやっぱ根っこがすぐに下に当たって巻いてきちゃうんで、ぐるぐる、はい、ちゃんと巻かないように下にこう落ちるように深型の鉢、まあ、これを選んでほしいなというところで、まあ、こういう感じですね、形状が、はい、縦長の鉢、うん、寸胴の鉢でもまあ問題はないんですけど、縦型の方がより生育は良くなるっていう感じですね、うん、はい、っていうところで、これが180って書いてあるので、これは180ロングっていう意味で180mm 18cm、はいはい、割る3で6号ですね、はい、6号鉢、こっちが245型、見にくいか、すごい見にくい場所にありますね、245、これ8号ですね、はい、これでもう一回りぐらいですね、大体。そうですね、ちょっと窮屈かなっていう感じですね。でここだと、まあ、二回りぐらい、まあ、これぐらいでもいいかなという感じですね、はい、この鉢であれば一回りか二回り大きい鉢に植え替えてくださいと、はい、で土ですね、土がこれがクリスマスローズ専用の土っていうのがもういろんなメーカーさんがあるので、はい、大手というかそのメーカーさんでいうと、例えばプロトリーフさんとか、はい、花心さんとかあるんですけど、あとクリスマスローズに力入れてるお店だと、そのお店独自のブレンドでクリスマスローズの土なんて言ってるものがあったりするので、よければそういったところも使ってもらえばいいかなっていうところですね、初心者の方は特に。でどのメーカーのがとか、はい、どの店のクリスマスローズの土がいいのかって、この疑問いろいろあると思うんですよ。うん、純平くんだったら何基準に選ぶ？例えばこれがありました、はい、これがありました、ガーデンガーデンのオリジナルのクリスマスローズの土がありました、はい、はい、どれですか？まあ値段もあれかもしれないですけど、そうですね、値段がそんなに変わりません、うん、の場合なんか難しいですね。難しいでしょ、はい、難しい。でもまあそうですね、まあ、例えばですよ、はい、1回使ったことあるメーカーの土を優先するかもしれないです。あー、なるほど。使った時に、例えばですけど、これ左にこう僕もよく知るプロトリーフさんあるんですけど、なるほどなるほど、例えばプロトさん使ったことあれば、うんうんうん、じゃあプロトさん使ってみようかなとか、なるほどね、まあ、あとなんか説明がちょっと詳しいやつとかですかね、なんか説明書きとか後ろのこう説明が分かりやすかったりとか、そんなところですかね。素晴らしい初心者の意見としては、はいはい、これ専門店の土ありますと、はい、で専門店のお店からすると、まあ、この自分のところの土がおすすめですよって作ってる時点でもこの土を売りたいというかおすすめしたいっていうのがもちろんあるので、まあ、そうですね、うん、お店側はこれなんだけど、はい、買う側としたらまあ分かんないじゃない。そうですね、特に初心者の方はこの店がいいかどうかも分かんないっていうところであれば、どれを買うか行きましょう。どれでもいい引っ掛け問題じゃないですか何か正解があるのかなと思って悩んだんですけど、僕は正解はないと思ってます。はい、はい、もう確実にこのじゃあプロドリフの土がいいですよとか、はい、花心さんがいいですよとか、うん、いやもうこれよりもうちの配合の方がベストですよ一番いい、うんうん、まあないと思います。僕ないと思います。特に、まあ、それぐらいちゃんとどれもこれもクリスマスローズを分析してとか試験をして育ってベストな配合だと思って作ってるから、はい、失敗させないようにどの土もやってるわけなんで、うん、まあ、あとは本当に純平君の意見がいいと思うんです、はい、自分がよく知ってて前このメーカーの土使ってよかったからこのメーカーのやつとりあえず使ってみようかなっていうきっかけでもいいし、うん、ちょっと玄人になると持った感じとか、おー、うん、まあ、水はけこの辺が良さそうかなとかって言ったらこれ使うし、うんうんうん、っていうのでまず1個どれか使ってみて育ててみてどうだったかみたいな、うん、うん、ところで次回はちょっとこの土使ってみたけどなんか思ったより水はけが悪いなとか、うん、こっちのメーカーにこう今年から変えてみようかなとかっていう逆バージョンでもいいと思うんで、うん、まずは、専用の土どれでもいいので1回、はい、使ってみてください。
で自分でこのワンランク上がってくるとブレンドするっていうやり方が出てきます。自分で作っちゃう。自分で作るっていうのもそもそも来ました。そもそも問題、はい、悪い癖が出ちゃったね悪い癖が出ました、はい、これおじさんの土、はい、これも言っときましょう。おじさんの土がいいわけではありません。まあ、草花の土ね、いわゆる、はい、あのどこでも売ってるスタンダードのスタンダード、はい、で草花の土でも 100% 言えるのは、はい、安い土はダメ。あんまり良くない。良くない。簡単に言ったら良くないです、はい、一袋、まあ、200円台で売ってるバイオドとか、うん、はい、今言い切っちゃうんですけど、まあ、良くない。だいたい14リットルでも400円とか500円クラスの土じゃないとなんか安心して植えれない感はありますね、うんうんうん、特にクリスマスローズ高いじゃないもん。そうですね。だいたい400、500円とか、まあ、600円してもいいでしょうっていうくらい、はい、土使うプラスこのバイオドだけでも極端な話大丈夫なんですけど、うん、はい、クリスマスローズの特性上入れてあげた方がいいかなっていうふうに思うのがドン、はい、この3点、はい、一つずつ説明しましょう、はい、まずは土でいこうかね、はい、よく見ると思います。鹿沼土、はいはい、この黄色っぽいような、うん、これ軽い土なんですけど、うん、水はけがかなりいい土なんですよね。で結構わりかし乾きも早かったりするんで赤玉土よりも軽くて水はけを良くするっていうので、プラスアルファは鹿沼土、はい、プラス水はけ重視がいいのでクリスマスローズどちらかというと、うん、はい、しっかりとこう空気を根っこに上げてあげるっていうのが重要になってくるんで、これは日向土っていう土って書いてありますけど、はい、軽石です。あ、なるほど、うん、潰れないです、うんうん、石、うん、状態のもの、まあ、日向土ってこれ多分九州の方かな結局、うん、日向っていうね、こういう名前なんですけど軽石の小粒ですね、はい、簡単に言ったら小粒系プラスできればくんたん、くんたん、うん、炭、はい、いわゆるもみ殻みたいなやつを火にかけて炭化したものっていうくんたんっていうのがあります。でこの辺が水はけ改善なんですよね、はい、この2点が。このくんたん、はいはい、特性上何にするかって言ったら、まあ、水はけを改善するっていうのももちろんあるんですけど、大きな理由としたらこれアルカリ性っていう性質なんですよ、はい、難しくなっちゃうかもしれないですけど、土の中の酸性中性アルカリ性っていう水素濃度イオンみたいなやつがあって、はい、クリスマスローズこれですね、どちらかっていうとアルカリ性ぐらいの方が好む植物なんですよ。ああ、なるほど、うん、で普通の植物っていうのは弱酸性とかっていうのを好むんですよね。一般的には普通の配合よりは若干アルカリ性、これアルカリ性なんですよ、クンタン、うん、アルカリ性が入ったクンタンを混ぜてあげることによって、うん、この子の調子が上がると。うん、うん、あのすごくたくさん入れてアルカリ性の濃度を強くすればいいかって言ったらそういう問題ではないんで、うん、あくまで少量プラスにして入れてあげるといいかなっていう材料、はい、でこれを、まあ、ブレンドしましょうっていう、はいはい、まあ、比率は、まあ、培養土半分ぐらいで、うんうん、あと221ぐらいでいいぐらいです。あと好みで変えるっていうぐらい、はい、っていうぐらいでブレンドしてあげると安く済むこれ安く済むんですか結局なんか高くなりそうな気がしたんですけど、逆よ。逆ですか。逆よ。一鉢だけ植えたいとか、はい、二鉢植えぐらいしか植えないっていう方は、うん、メーカーの土とか、うん、専門店のクリスマスローズついてもいいと思うんですけど、うん、高いねやっぱり。ああ、もう量あたりっていうか、そう、リッターあたりが、はいはい、リッターが結局はこれ5リットルで600円ぐらいするんですよね、はい、600円ぐらい、600円、はい、これ14リットルで、はい、うちだと500円ですよね。500円、はい、うん、もうこの時点でこっちの方が安くて容量が3倍ぐらいあるんですよね、うん、でこれが300円ぐらい、300円ぐらい、はい、これも200円とか300円、はいはい、まあ、これがちょっと高くて600円ぐらいするんですけど、なのでトータルして14リットル、これ12リットルで26リットル、これが14、30、40リットル、42リットル、あ、全然違いますね。全然違うと半分以下とか3分の1ぐらいだと思う、これ。うん、
なんでクリスマスローズが増えてきちゃって、まあ、5鉢も10鉢もあるよと、うん、植え替えしたいよと、はい、いうふうになってきて、なんかクリスマスローズの土、これ12リットルってやつもあるんですけど、うん、12リットルで1000円か、いやうち毎年5鉢とか6鉢買えんとかって言ったら毎年3000円か4000円かかるやんみたいな。そうですね、うん、そんなにかかるんだったらクリスマスローズそもそも植えとくとお金食ってしょうがないわみたいな感じになっちゃって増やせなかったり、もう買うのやめようかなってなっちゃったりするってあるじゃんっていう選択肢を広げるために、まあ、こうブレンドしてあげてコストダウン測るっていうのが、うん、もうこれが1ランクとか2ランクぐらい上がってきた人はこういうのやってもらうと、うん、安く済む。さっきも思ったんですけど、カーミックこう売るのすごいうまいですよね。なんかあの試食のおじちゃんとかでいたら、うん、すごい売れそうだなと思って、スーパーの試食のおじちゃん。うまくないうまくない。本当にうまければ、はい、僕は多分こっちを売ると思う。ああ、うん、利益が取れるから。そう。ほうや、はい、やっぱね、高く売って儲けがある。はい、っていうそのちょっと高い単価のやつの方を頑張って、はい、いやこれはねこの中に入ってる成分のここが違うんよみたいな他のメーカーにはあらへんわみたいな関西のおじちゃん、そう今なら下のサイトで30分間だけ定価の2割引きで販売しますこれ限定数100セットだけです、すいません、もう明日になると定価になってしまいますね。限定100セット分だけ、この後すぐ30分間だけです。うまい、はい、うまいということで、はい、売るのは別にうまくないですから、あのなるべくちょっとでもお得に買ってもらった方がいいかなという提案をしている方ですね、はいはい、選択肢いろいろです、はい、ということで今回は初心者向けということでブレンドをするっていうよりはもう一鉢植えましょうって感じなんで、はい、メカの土使いたいと思います。はい、はい、プロトリウムさんは、はい、これ実は前も多分使ってると思うんで、うん、今日は花心いこうか。はい、プロトさんごめんねー、カノさんカノさんが多分今カノさん、さんごめんまあこれは消費者のためだ、はい、はい、いろんなものを見せてあげましょう。はい、ということで、うん、花心さんこれね、もう全然違うんだわ、これ。あ、ちょっとなんか匂いが、なんかいつもの土と違うですね。おじさんと違う匂いが。あ、おじさんとも違うね。するっすね。これせっかくなんで、プルトさんにも開けてやろうか。はい。なかなかこんな比較してくれるとこもないんじゃない？うん、そうっすね。こう動画で。良心的だよ、これ。自分で言うのもなんだけど。ほんとっすよね。うん、全然違うでしょ。全然違うですね。こんだけの差よ。はい。こんだけ違うとさ、ほら。ああ、本当だ。これでこんだけの色の差があるとしたら、うん、絶対にどっちかが良くてどっちか悪いでしょってなるじゃん。そうですね。クリスマスローズ。はい。どっちもちゃんと自信を持って販売してる。うん、なのでどちらでも結論大丈夫。これ僕もちょっと触ってみていいですか、違いを。どんどん触ってください、はい、じゃあまずプロスさんの方が、あ、軽いですね、すごい軽いです。土の触り方がね、はい、やっぱまだ三流だな。三流ですか、うん、触るじゃん、はい、触ったら、はい、軽くね、握り込むといい。握る、うん、でこのほぐれ方、はい、この土のほぐれ方と、うんうん、この触った感覚よ。うん、これで、あー、なるほど、水出方とか分かるやん。ほんとだ。どっちが多分水すぐに吐けるかなとか。あー、触ってなんか結構ザラザラブツブツするって言ったら材料が結構多めの、多めっていうか大柄の材料が多いかなみたいな、はいはいはい、あー、なるほど。ちょっともその触り方でテイスティングテーマそうですね、感覚を。あー、でも握ると確かに全然なんか固まらないですね。バラーって落ちるじゃん。そうですね、花心さんの、うん、花心さんのやつで、次じゃあプロスさんの方は、あ、ほんとだ、ちょっと一回まとまる感じですね、うん、ちょっとふわふわって感じ。そうですね、
ザラザラっていうちょっとふわっとしてる感じ、うん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 、入ってる材料によってだいぶその雰囲気とか質感違ったりします。本当、うんうん、そう思います。だけど一つ言えるのは、はい、どちらも大丈夫です、うん、はい、大丈夫です本当に。これどっちかがダメっていうことは、はい、ほぼないですね。そうやって言ってる人がダメだと思います、はい、じゃあまあ一応出しましょうか。はい、ダダダダダダダ、おー広いね、広い。これはパーライトかな。パーライト軽石か。軽石、軽石ですね、はい、これはパーライトはもっと丸いか、軽石ですね、うん、いわゆるこの代わりが僕がさっき言ったヒューガ土っていう土が、はい、この白いやつの代わりになるんですけど、もうザラザラ本当ですね。土なんですかっていう感じぐらいじゃん、うん、これだけどこれぐらい軽石が入っててもクリスマスローズ大丈夫ですよっていうことが分かると思うんで、普通の培養土にブレンドする場合はやっぱ培養土の比率を半分ぐらいで、他をちょっと軽めの材料にしてあげてもクリスマスローズにはいいですねっていうところで、さっきのブレンドをちょっと比率として出してみました、うんうん、じゃあちょっと早速植えましょうか。あれ今日やんないですか、あれ元日忘れてた僕出しましょうか。出していいっすか、はい、じゃあこの手の上出しますね。はい、はっ、おお出しました、はい、出たねすごいですよねこれすごい、これ、ね、新しいバージョン、新しいバージョンもうチャラの次、チャラの次に魔法ですよやべ、どんどんくだらない番組に なっていってる感がします、はい、ということで、はいはい、まあにね、最近もよくコメント来るよ。来ます、うん、元日のシーンいらないっていやでもこれやめないでほしいです。残念、はい、ここだけは僕のエゴでやる他は有益な情報を流すけど、はい、ここでは僕のエゴが出る。僕でもこうなんか癖になってきてるとこあるんですよね、正直。あるら、見れば見るほどにやけてくるっていう巻き方があります、はい、これ元日ですね、はい、ちゃんと説明しましょう、はい、はい、元声です、うん、これクリスマスローズの植え付けの時にはまあ、ほぼほぼ上げてもらった方がいいかなと思います、はい、クリスマスローズこの時期というかこれからの時期肥料を吸って大きくなる時期でもあるので、はい、元肥でちゃんと肥料カバーをしてください、はい、巻き方があります。三流、全然いけてない、いけてない。二流、二流全然いけてない、うん、飛ばされませんように、はい、今日は一流があります、はい、一流の巻き方があります、はい、流れるように一流流れるように一流もうなんかいらないって言われると燃えてくるタイプだよね、はい、逆に長くなるぞ、はい、逆に長くなる逆に長くなるぞ一流いや僕一流を最近コメントでまた見たんですけど、はい、他の YouTuber もやってるみたいなコメントが来て、誰がやってるかまではちょっと僕も把握してないんですけど、マネっ子やね、はい、みんな浸透してる。そう、僕のマネっ子じゃなくてトルコの塩振りおじさんのマネっ子だからね僕を真似てるっていう言い方はちょっとやめてくださいあの塩振りおじさんを真似てるって言ってあげてはい、僕が発祥ではないので、でもまあ浸透してきてるっていうことで、こう長年やり続けてきた、どんどんやってください、はい、いろいろ結果が出てきてるっていうさていきましょう、はい、はい、混ぜます、はい、うわ今日はちょっと元日の色がわからんぐらい白いね。そうですね、色が、ね、入ってるかどうかわかんないです ね、 いいじゃないですか。さあこちらの鉢ですね、はい、まあ、これバラ鉢って書いてありますけど関係ありません、はい、でこれスリットタイプなんで、はい、まあ鉢底の石ね入れてあげなくてもまあ問題はないでしょうっていうところなんですけど、はい、ちょっとかさ増しで入れようか今日は。あ、かさ増し、はい、かさ増しでちょっと、はい、はい、分かれられるようにネットに入れます、うん、で鉢底の石っていうのが、はい、でゴロ土、うん、はい、こんな感じの軽石ですね、はい、はい、入れます。どうに通気性抜群ですね。通気性抜群、抜群だね、はい、本当は
素焼き鉢みたいな、ああはい、うん、ああいう鉢の方が鉢が水分とか空気通すんで、はい、あれ水はけ抜群なので、あれやばいっすよね、あれすごくいい。僕あのアメージンググレイ素焼きなんですけど、もう本当にあれだけ乾き方がもう一番早いんです。で他湿っててもあれだけ乾いてるとか全然あります。あれもまた鉢の会ちゃんとやるっすけど、はい、あれも良し悪しあって、この時期春の時期はいいんだけど、夏今度乾きすぎちゃうんで、はい、水やりが大変になるっていう。確かに、うん、そうですね。プラの方が、まあ、水持ちが逆に良くなるんで、夏場は楽かなとかって思ったりね、はい、しますと。でこれはポッて抜いてポッて入れるんで、はい、まあ、この鉢の高さだけ、うん、ウォータースペース分だけちょっと合わせてあげて、はい、いきます。サラサラよ、サラサラですね、サラサラよ、軽いですね。しゃ、まあ、合わせてもらって、はい、もうちょっと、よし、うん、合わせてもらって、はい、はい、で取りますと、はい、デレデレッテデー、 おーすごい回ってますね。変なとこで回ってるね、すごい張ってますね、回ってます、はい、はい、で、この時期ですね、ガンガン崩しちゃうと回ってるからって、はい、このお花がたくさん上がってきてるのが崩れちゃったりするので、崩していいのは、はい、この表面、はい、表面ここですね、はい、ここあんまり根っこ張らないぞ大体、うんうん、でここの土の入れ替えをしてあげることで、新しい土ね、はい、入れてあげると空気が入りやすくなるね、うん、この上はすでに雨風にさらされてるんで、風化してって根詰まりしちゃうんですよね、はい、根詰まりか、うん、で新しい土にここ変えてあげる、はい、でこの辺もちょっと根っこが張ってないところを取ってあげたりとか、ここも軽くこうやってあんまりブチブチやるっていうよりは軽くほぐしてあげる、うん、まあ、ピンセットみたいになるとピンセットでもいいかもしれないね、うん、はい、あんまりブチブチは切らずに、はい、優しく優しく優しくソフトリーソフトリーソフトリーに優しくなんか外人風に言えばいいかなみたいな、そうすればなんとなく優しく聞こえる、優しく、はい、あんまり切らずにね、はい、はい、でスポット植えてあげて、上げて、はい、周りを、はい、固めていく、はい、鉢の周りね、はい、周りを続いてあげる、あんまりここ本当ガンガンやっちゃうと根っこ壊しちゃうんで、はい、鉢の周りにやってちゃんと根っこと新しい土がくっつくように軽く締めてあげる感じかな、はい、はい、しゃ完成、完成、はい、はい、これで植え替え直後は根っこが乾いちゃうんで、水をたっぷりとなるべく早めにあげてください。できれば株周りですね、はい、はい、あんまり上からガンガンにかけない方がいいですね。特に最初は土がボーッて盛り上がってきちゃうっていうのかな、はい、こうやって水の分だけ、うんうんうん、そうするとねこの下の葉っぱにくっついちゃったりとか、葉っぱの上に土が乗っちゃったりとかってあるんで、はい、最初はちょっと葉っぱをこう上げてあげながら引き上げる感じで、うん、一回ね水が馴染んじゃえばそっから先はそんなにこうガッと上がってこないんで、うん、最初の水やりですね、はい、丁寧に、あ、やっぱり早いね、もう水が出るから、そうですね、早いですね、うん、水はけがかなりいい感じでやってるので、アンプリ、はい、
という感じで完了です。はい、ということで今回のカーメン君ガーデンチャンネルはクリスマスローズの苗の選び方、あと植え替えの方もしてみました。よかったら参考になったかなと思う方はぜひともグッドボタンの方よろしくお願いいたします。あとコメントの方もたくさんいただけると嬉しいです。カーメン君ガーデンチャンネルではこのように初心者の方が失敗しない苗選び植え替えの仕方も特集していきます。よろしければチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。この他にもサブチャンネルやツイッター、インスタグラムなど SNS やっております。こちら概要欄の方を載せてますので覗いてください。この後は大好評の余談です。おまけトーク余談です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さーてクリスマスローズでした。はい、今日あれだね、はい、新しいバージョンが出たね。そうですね、元日のはっあれあれだね、なんか編集マンならではの、はい、あれだよね、アイディア、アイディアネタだよね。はい、元日のぐらいあのなんかね本当に申し訳ないなと思う本当にコメントですね、はい、元日あのなんかしかもね謝ってくれる人もいる。謝ってくれる、うん、もう元日のシーンあのごめんなさい飛ばしてますとか、あ先にこう謝ってくっていう、謝らなくてもいいよ謝らずに飛ばしてくれていいよ、でもコメントくれてありがとうございますまあいろいろねエゴ的な部分が入ってきますね、はい、このチャンネルではご了承いただきたいなと、はい、思ってますが、なるべく初心者の方に分かりやすいような、うん、素朴な疑問とかね、まあ、そういったものにちょっと答えていきたいなとは思いますんで、偏った情報案内はするのやめようかなと、うんうんうん、思ったりするんで、まあ、メーカーさんもいろいろなメーカーのやつ使ってみたりとかね、お店の方もいろいろありますけども、なんか元日の下りってこう植え替えあるときに、まあ、ほぼ必ずと言っていいほどできるじゃないですか、はい、でこのチャンネルってなんかこう定番のこれってのないですよね。例えば他の YouTuber とかだと、うん、挨拶でこうなんか変わったこと言ったりするんですよ。ああ、なるほどなるほど、みんな息してるみたいな。そうですもうそれ天地無ですけど天地無、はい、なんかそうやってこうあるんですよね、挨拶でこうなんか個性を出すみたいな。なるほど。なんですけど、はい、もうこの辺で元秀で個性を出してるみたいな。そうだね、なんか最初僕も考えたんだけど、はい、最初の挨拶ですか。挨拶、はい、板につけばいいと思うんだけど、はい、なんか鬱陶しいやつだなって思われちゃうかなみたいな演芸超人カメ君ですとか最初最初の入り、毎回演芸超人カメ君ですまあそれでもいいんだけど、はいはい、うちはやっぱ定番は元日、うんうん、一応定番シーンみたいな、うん、一流あれパクリだけどまあ世の中パクリパクられよ、はい、パクリパクられパクリパクられで、まあ、パクった人にはリスペクトを兼ねてね、うん、はい、特集とか応援ももちろんしてますんで、はいはい、という形でクリスマスローズはまたが一回今年中にやりたいかなと。おお、もう一回、はい、しかしこれ綺麗だな。そうですね、本当に可愛いですよねこれ。これはちょっとね、俺これ夏越し店で刺して株一回り大きくしたら買おうかな大きくしてんじゃんせっかく植えたから、はい、うん、クリスマスローズ本当にいろんな種類がたくさん出てきてるんで、2月は結構クリスマスローズ店みたいなやつがあったりするんで、各地でいろいろそういったものを行ってみるのもいいかもしれないですね、うん、あ、そういうなんか生産者が集まるみたいな感じなんですか。生産者とかそのそうですね、愛好家が集まってとか、はあ、育種家とか、そう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 、結構個人でも育種ってできるんで、結局なんか平野さんのところもクリスマスローズいっぱいありましたよね。あるあるある。でその後輩で未生で結構いろんなものが出やすいんで、うん、案外この初心者の人たちでもこう交配してなんか変わったのが出てきちゃったみたいなやつ あるかもしれない、ね、なるほど。そういう楽しみ方はクリスマスローズあるんで、自分で交配するみたいな、プロじゃなくても、はいはい、そういう手軽さもあったりするのでいいと思いますよ、うんうんうん、という形で、また次回の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。